皆さんこんにちはえ今回も引き続き室町文化今回は脳あたりを中心にね見ていくことになります早速ですがラインナップ見てきますねまずは脳狂言このあたり芸能を見ていくわけなんですが脳では勘編み勢編みが出た勘勢座ね。それから書いた本として風刺家伝勢編みですねそして狂言とは何かこのあたりを見てまいります はい、それでは能のととこころを見ていいくことにしましまままょう、まあ、ります、まあ、芸能能楽というところですねまず、まあ、この頃能というのが出てくるんですけれども大事なポイントは歌舞伎じゃないぞということね、えー、この後の桃山文化のところで歌舞伎とか出てくるけど一緒じゃんとか思わないでくださいね行きましょう社寺、えー、の祭礼に奉仕する猿楽能に民間に発展した田楽を取り入れ宗教的芸能から庶民的芸能に発展うーん意味わからんという人いるかもしれませんが、まあ、今まであったこの神社とかで行ったりする猿楽 ってやつに、民間に発展した田楽、田楽もやりましたね。これドンドンピーヒャラ、音で、ね、太鼓を叩いて笛吹いて。まあ豊作を祈ったりする田んぼでやったりする音楽というか、お祭りというか、演劇というか。まあこういったものが合わさる形で、最終的に能というのが。観阿弥世阿弥によって完成されるということ。まあ現代でもね、能、見たことある人いるかもしれません。その観阿弥世阿弥について見ていきましょう。大和書座とあります。 この大和し座というところで能が演じられる。その大和し座が四つ。関税、法障、金剛、コンパルト。関税座、法障座、金剛座、コンパル座というところ。この四つをまとめて大和し座と言います。大和にあったこの幸福寺を本所とする四つの座。うん、座っていうのはこれ政治というか経済のところでやった。専売同業者組合なんて大山崎の油座。あれと同じような感じでね。 この彼らだけがこの芸能能というのを演じることを許された幸福寺を本所と本所って省縁領主だからその幸福寺が支配している土地幸福寺っていうのは大和の国今の奈良県の最大の省縁領主でもあったお寺だけど省縁領主でもあったその幸福寺が省縁領主となっている支配者となっている土地でこの四つの座の人たちが大和志座の人たちが能を演じることを許されたそしてその関税座が カンアミゼアミという親子が中心になった阿弥清継世阿弥元清というけど最初の勘阿弥世阿弥という部分だけで全然構いません覚えるのはねで勘瀬田のそうポイントは将軍義満のまあここに守ってもらったなんて書いてあるけれどもな義満の時代ということは室町文化の中でも何文化だ南北朝期、北山東山戦国期と来る中で義満ですから 北山文化とということね義満ですから北山文化観山そして同じくね、えー、同じ時期として同じですけどがその関のもともとね覚える必要もないぐらい細かい話になるけど「夕咲座」っていう別の名前があったんだけどこの観阿弥世阿弥が出てもう観世座なんていうふうにね彼の名前を取って呼ばれるようになったぐらいその世阿弥に関してはね書いた本能の神髄を述べた理論書「風刺家電家電書」とか「華僑」とかね まあそういったような著作脳とはこういうものだという文章も書いていることで有名な人とにかく脳を解きたら緩和水闇吉光の時代なんだ歌舞伎じゃないぞということで押さえてくださいはいそしてまあ狂言とね芸能狂言とありますちょっとその能の発展バージョンみたいなイメージで構いません能の合間に行われた喜劇ですね その膜と膜の間に出てきて、まあ、一発芸的なものをやってったりするこれを狂言と言いました。要は の間は合間にやってったものなんだけどそれが独自の芸能としてねというところでしょうかこれが狂言ねこれが狂言まあすごい有名なね舞台があったあるいは芸人さんのあれがあったその舞台の間のところで出てきた人がすごく面白いなんてね人気になってったそんなイメージでしょうかこんな狂言今では能とは別に狂言というのもね大きな芸能の一つのジャンルとして認知されるようになっています。 そして、まあ、こういったことを、まあ、能田狂言それだけじゃないけど芸能その他のことをやった人なんていうのがあったりします将軍や大名の側近に自して芸能や雑役などで従事する人々次宗の層が多く網み子を使用した何とか網だからととかねとかねね例えばちょっと細かくなりますけどこれ自称寺銀閣義政の別邸ねその銀閣の庭を作った全網とかね、まあ、そういった人たちを同募集。 将軍に仕えたさまざまなことをやった人たちちょっと大事なところとしては日民貿易外交ですけどねのところで出てくるソアなんていう人物足利義満がソアと小泉を中国民に派遣したなんていうのが日民貿易の頭でありましたねこのソアというのも民は入ってないけど同房衆だったりするんです、まあ、こういった同房衆という人たちが、まあ、政治外交みたいなところにも絡んだり もちろん芸能といったところにも絡んだり実はこの時代のね中心部分に深く入っていたそんなことが多かった人たちなんだ同胞集は一応自習一変が始まったまあこんな、えー、一変が始めたこの自習の人たちが多かったということなんですねはい、それでは最後練習頑張ってまいります今回ちょっとね中身はもう多くなかったですが北山記には農園汁専門集団の中でも 幸福寺を本所とした関税、金合などの何とか活躍したこれどうでしょうね関税座、金合座などとあるからそれらを総称した大和志座よいしょよいしょ大和、これ奈良県だよねその奈良県大和で幸福寺を本所とした本所ってなんだっけ本所っていうのは松園のところでやったけど松園領主忘れないで 置いておきたいのがこの鎌,、えー、鎌倉時代そして室町時代この時期もまだ荘園というのは普通にあったんだよね荘園高領っていうのは秀吉の大公権地まで出てくるずっとあるだからこの本庄すなわち荘園領主がその土地で一番偉い人だったりするわけ だからその「荘園領主がいいよって言ったらその荘園領主が認めた人たちだけがこのなんていうのかな演じることができるってことがあるんだよね。まあ、そういうのを「大和志座」そしてその興福寺の土地でここ認められた大和志座として認められたのが「関税、法相」「今後」「コンパル」という「大和志座」ねその中心が「関税座」だったその「関税座」はもともと「遊佐木座」なんて名前だったのがなんで「関税座」になったかってその中心人物だよね。関 こう、お父さんね、それからゼアミ、カンアミ、ゼアミね、親子により芸術的な演劇として完成。まあこれがカンゼザーというところになりました。北山文化っていうのね、しつこいよだけど、おさえてください。そして、脳の心臓を述べた、なんとかだのの理論書とありますから、これは家電書とかね、 風刺家電とかよいう所ねどちらでもいいですけれども誰がゼヤミが書いたものですね家電書風刺家電ゼヤミから最後脳の合間に風刺性の強い喜劇であるなんとかが行われた脳の合間に行われたと言ったら狂言というところですねちょっと まあ、せっかくだからもう一個ぐらいこれこういった能や狂言その他の形でこの将軍なんかに仕えた次衆の坊さんが多かったそんな人たちを何と言いますか道防衆とかね、こんなのがありました。それこそ別に芸能だけじゃなくて外交とかあるいは前にちょっと出てきた建築のところで出てきた枯山水なんて いわゆる金閣銀閣のね銀閣の庭なんかを作ったりとかそういった人も含めてねこの同墓集なんとか網なんていう名前の付く人が結構多かったっていうのも覚えておこう。はいというわけで室町文化今回は芸能のところを中心にね特に能歌舞伎じゃないぞ能っていうのをね室町時代の芸能として押さえてもらえればそれで OK かなと思います。